もしよろしければあなたをお連れしましょうか。この町の願いが叶う場所に。こんなところで何してるんですか？何かうちに忘れ物ですか？いや、散歩してただけだ。お前、今のは？お芝居のセリフです。演劇部が復活したらやってみたいお話なんです。芝居のセリフかよ。いつもここで練習してるんです。岡崎さんがいたからちょっと見てもらいました。お前、演劇部再建する気になったのか？はい、どこまでやれるかわかりませんけど頑張ってみようかと。そうか。はい。透き通る夢を見ていた、柔らかい永遠。風のようなかすかな声が、高い空から僕を呼んでいる。少女の生活は孤独だった。少女以外には誰もいなかった。それは当然だった。ここからは何も生まれず何も死なない、そんな世界だ。その体は僕のためのものだったのだ。僕は望めばいいのだろうか、この世界に生まれることを。この世界でただ一つのぬくもり、いつしか僕はそれを求めた。演劇部の再建、ま、退屈しのぎにはなるだろう。いったー。ちょっと気をつけてよ。こっちのセリフだ。殺す気か。実はまだ運転慣れてなくってさ、免許も先週取ったばかりなのよね。よし、傷はなしと。修理代は勘弁してあげる。感謝しなさいよ。あのな、どちらかというと被害者は俺の方じゃないのか？藤林京香、この学校には荒っぽい女が多いね。角原、珍しいな、こんなまともな時間に。ふん、借りは早めに返しときたいからね。もう一人の荒っぽい女にさ。怖いやつだな。この間は腕がなまってたけど今日は違うぜ。当番感覚が空きすぎるとな。いいピッチャーだって打たれちまうんだよ。すんごくカッコ悪い例えだぞそれは。悪いことは言わないからもうやめておけ。それとも学校に来られなくなってもいいのか？
学校に来られなくなるのはさてどっちかな。しょうがないやつだ。証言してくれるか。正当防衛だって。ああ実際その通りだしな。よし。さてどうしてほしい。しばらく地上の人じゃなくしてやろうか。のことできるかよ。つべこべ言わずにかかってこい。そこの関係者ダストシート。えっ、ああ助けてくれ。外すと落ちるがどうする。え、はい、落ちたいか。そうか、僕何も答えてないっす。やりすぎたかな。いや、あいつなら大丈夫さ。おーい、角原、生きてるか。な、こんなことはこれで終わりにしてほしいものだが。けど、お前たちを見てると少しだけ懐かしい気もするな。え？なんでもない、忘れてくれ。いたな。なあ、本当にいるんだな。何やってるんだ。岡崎か。今この廊下にいたんだよ。女子生徒の幽霊。向こうから話しかけてきて呪われたアイテムを渡すんだ。見たところ普通の女の子なんだけど、うんうん、どっか変なんだよ。鍵開いてるのか。ちょうどいい、ここで一眠り。もう！もう！こらこらこら！それ、ここの本だろう。勝手に切り抜いちゃまずいだろう。難しい本読んでるな。あんたも授業サボってんのか？なんで裸足なんだ。私の手作りなの。は？特にこの辺が自信作。図書室は飲食禁止だぞ。食べる？じゃあせっかくだから。あ、どうした。お箸が一膳しかないの。うまい。早く片付けた方がいいぞ。もうすぐ授業が始まるからな。まだ何か用か。またね。まさかあれが事故に遭った生徒の幽霊じゃないだろうな。それきっと A 組の一ノ瀬琴美さんです。一ノ瀬琴美。全国模試でどの教科も常に10位以内の天才少女です。授業に出ないで勝手に勉強してもお咎めなしなんだそうです。校内では有名な人ですよ。天才少女ね、変わってるはずだ。そうだ藤林、お前の姉貴あれシャレにならんぞ。お姉ちゃんがどうかしましたか。どうしたもこうしたも、あいつは。ほら友也。え、ちょっと来なさい。え、あ、どこ、ま、バイ、バイってなんだ。バイ、あんたね、教室のど真ん中で何言うつもりよ。何って、お前がバイ。あんた、私を停学にさせたいの。バイク通学は禁止って知ってるでしょ。岡崎くん、お姉ちゃんと何話してたんですか。みんな、聞いてくれ。 E 組の藤林今日ってバイなんだぜ。マジか。バイって？バイ、男も女もありかよ。確かに男っぽいもんな。ダメ！お姉ちゃん、今の話。
で信じるな。バイクよバイク、現在の話。どうした？掃除当番か？一人か？古川、なんかあったのか？いえ、なんでもないです。すぐに終わらせますから、部室で待っててください。よし。まずは、人数を集めなきゃ話にならない。部員募集の告知をしよう。はい。創立者祭の後がいいな。はい。できました。なんか足りなくないか？そう、なんでしょう。校内一の美少女部長がお待ちしておりますって書き足したらどうだ？校内一の美少女部長が、あの、それってひょっとして。他に誰がいるんだよ。そう書いとけばバカな男が引っかかるかもしれないだろ。そんなことで集まってもらっては困ります。それに部長なら岡崎さんの方が。昨日言ったろ、俺は手伝うだけ。演劇には興味ないんだ。たとえ演劇部が復活しても俺は入部しない。そうなんですか？活動はあくまであんたが中心になってやるんだ。何でも最終的には部長が決める。やってみたい芝居だってあるんだろ？でもできるでしょうか、私に。しっかりしろよ。このチラシも好きなように書いていいからさ。好きなように。それじゃあ私の好きなイラスト書いていいですか？お、いいんじゃないか。文字だけだと殺風景だもんな。そうですか。それじゃあ、だんご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 、大家族。できました！それってずっと前に流行った。はい、だんご大家族です。私、大好きなんです。なんでよりによってだんご大家族なんだよ。とっくの昔に流行遅れだろ、そんなもん。私の中では今も可愛いんですけど、ダメでしょうか？ああ、いや、お前がいいと思うならそれでいいさ。好きにやれって言ったのは俺なんだし。とんかつ！あ、これ自分を励ます時のおまじないで、頑張れたら好きなおかずを自分へのご褒美にしようって。変ですよね。いや、変じゃないさ。お、とんかつより団子大家族買って帰ろうぜ。チラシ貼り終わったらさ。はい。つくづく俺も暇だよな。いた。びっくりしたか。悪かったな。ここ美術部の部室だっけ？じゃあ美術の宿題でもやってるのか？じゃあなんだよそれ。これですか？これは大好きなですね。おい、ちょっと。おい。歯が欠けてる。こんなの使ってたら危ないぞ。返してください。ちゃんと研いである彫刻刀を使えよ。美術室行きゃあるだろ。返してくださいって言いたいだろ。痛くないです。お手。はい。ほら、痛いじゃないか。痛くないです。ハイタッチ。ハイタッチ。
しい？バスケとかでシュート決めた時にこう手を合わせるやつだ。知ってます、見たことあります。じゃハイタッチだ、行くぞ。ドリブルシュート。そこからやるのかよ。決まりました。よし、ナイスシュート、イエーイ。ほら痛いだろ。これは預かっとく。じゃあな。これで最後っと。演劇部員募集？岡崎、お前こんなことやってんの？お前こそ何してたんだ？ふん、坂上智代を倒す特訓だよ。しかし演劇部ね、お前がまた部活なんて忌まわしいものに興味を持つなんて驚いたよ。お前部活してる連中なんて吐き気がするほど嫌いって思ってたんだけどね。ま、そのうち詳しく聞かせてもらうさ。じゃ。岡崎さん、岡崎さん、部活が嫌いなんですか？なんでもない、つまらない話だ。売ってないんじゃしょうがないか。ま、こんなもんでもないよりマシだろう。おう、懐かしいね。これはどうするんだい？友達にやるんだよ。私にも手伝わせてくれないかい？どうすればいいのかな？教えてくれないかい？触るな！いい加減にしてくれ！なんだよその他人行儀な口の利き方は！俺はあんたの何なんだよ！智也くん。くそ、くそ、くそ！本物じゃないけどな。うん、嬉しいです。本当に大家族です。私も仲間に入れてもらいたいです。私本当は今日ずっと落ち込んでたんです。掃除の時間に、最初はクラスのみんなで掃除してたのに、気がつくと私一人で。そっか。いつだって不器用で、昔からそうやってからかわれたりすることが多くて、でも今は元気になりました、岡崎さんのおかげで。さっきの話だけどさ。はい。俺と篠原はスポ戦入学なんだよ。スポーツ推薦知ってるだろ。篠原はサッカー、俺はバスケ。ただ入ってすぐ辞めちまったんだ。ちょっと事情があってさ。バスケ嫌いになっちゃったんですか？それはないけどな。ボールにも長いこと触ってないな。岡崎さん、それなら明日の放課後、私とバスケやりませんか？私、こう見えても運動神経いいんです。放課後、グラウンドで待ってますから。あ、いや。俺はバスケやりましょう。あーはーはー。それなら明日の放課後、私とバスケやりませんか？岡崎、今日は休んじまおうぜ。どうせ土曜で半日授業だし。そうだな。さっきから何外気にしてんだよ。傘借りるぞ、篠原。あ？まさかな。
古川！バカかお前、雨降ってるんだから帰ればいいだろう。でも私がいない間に岡崎さんが来たら会えなくなっちゃいます。俺が来るなんて保証ないだろう。でも来てくれました。私いつも岡崎さんに助けられて、だからせめて一緒にバスケするくらいご恩返しに。こんな雨の中でどうするんだよ。なら、シュートだけ見せてください。私見たいです。バスケ部だった人のシュートってそばで見たことないんです。こう、かっこよく構えて打つんですよね。私なんかと違って、下投げじゃないんですよね。右腕が上がらないんだ。中学3年の時に親父と喧嘩して右肩を痛めたんだ。肩から上に上がらない。もうバスケはできないんだよ俺は。ごめんなさい。私、古川、私岡崎さん困らせて。古川、古川、古川。団子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 大家族、やんちゃな焼き団子、優しいお前、バカかもしれないけどさ、それでいいと思う。そうでしょうか。ああ、お前、そういうの器用にこなせるタイプじゃないだろう。本当ですか？俺は思ったことはズバリ言う方だ。ですよね。たまにぐさりときます。だから信じろ、自分の言葉を。はい。頑張れ、古川渚。